地理小石は、硝酸塩鉱物の一種。化学素性は、NANO3、結晶系は、味方小系、相ダ小石とも言う。日本では、栃木県に産する、同地で産する大谷石の表面にごく少量、生成していると言われる。地理小石の生成原因には、海藻の分解説、グアノキ原説、動植物の遺体のバクテリアによる分解説、 混流菌のような土壌微生物による大気中の窒素固定説など様々な説があり、確定していない。当初は火薬、その後は肥料の製造。19世紀に発見された地理小石はヨーロッパへ輸出されるようになった。この発見により有機物を積み上げて作る小石の可内性、主工業的な生産は衰退した。20世紀初頭の輸出量は、 年間200万トンを超える規模となり、小石資源の枯渇も予測されるようになったことから、様々なアンボニアの人工合成法が模索されるようになった。この動きは、ハーバーボッシュ法の発明へ結びついていく。地理における小石生産は1930年代をピークに衰退し、タラパカ地方の生産地のハンバーストーン、サンタラウラは、 1960年代には200以上もの小石工場跡を残したままゴーストダウン化した。2005年、これら廃工場群は世界遺産として登録された。ありがとうございます。